皆さんこんにちは、こんばんはだぜ。今回もキリサメがフル盛りをやっていきます。あーちゃんが飛び出していったところからだね。わかった、お山の方だね。待って、行っちゃダメだよ。これも小鳥お化けの仕業かな。追いかけなきゃ。山派は行っちゃダメなんだから。山はね。何この岩、何人も人を山への立ち入りは禁ずる。この先に行ってしまったのか、あの子小さいから。人を山なんて読むんだろう。いや、急がなきゃ。見つかればいいけど。奥まで行ったら見つからないかもしれないぜ。そんな、開いたわ。届かないよ、行けないよ。行っちゃダメだよ。でも、塀が高くて助かった。あーちゃん。姉ちゃん？目に影がかかってるんだけど。勝手に出て行っちゃ、ダメだよ。看板にも、山には入ってはダメって書いてあったよ。危ないから、帰ろう。でも、そこであーちゃんを呼んでるよ。ああ、うるさい。そんな、誰の声も聞こえないよ。でも、ほら、あそこに、いるよ。あーちゃんがホラーなんだけど、置いて帰りたい。まだ幼いから、しょうがないって。あーちゃん友達いなさそうだから、頭の中の、はぁ？何もいないよ。さあ、戻ろうね。やだ。だって、あーちゃんを呼んでるんだもん。固くなすぎる。ストップ、屋敷に戻るだけだから。やだよ。逃げた。あ、待って、あーちゃん。うわん。どうした？泣いてるみたいだね。あーちゃん。このままじゃあーちゃんが狩られる。あ、置いたわ、管理人。管理人さん。やだよ、話してよ。よしよし、おとなしくしててねー。あーちゃん森に行きたかったの。森は怖い怖いだからね。さっきからずっとこう言ってて。でも森からは何も聞こえないし。それに、この山って立ち入り禁止なんですよね。危ないんじゃ。でも、呼んでるんだよ、あのね。でもさすがに立ち入り禁止だからね。じゃなかったら行かせてあげたけどね。おい。管理人さん。やだ、あーちゃん帰らない。佐久間ちゃんとかもいてくれれば。待ってください。あっちは村の方向だね。でも管理人が来なかったら、しおりちゃんじゃ抑えられなかったかもだぜ。ふうふう、追いついたかな。あーちゃん父もいるね。おい、なんでお前がああいう子を連れてるんだよ。うるさいのが増えちった。まったく、今日は気持ちよく寝てたのによ。働け。なんだよ、なんでお前が怒ってんだよ。怒るのは、こっちだっての。お前に連れられて、泣きそうな娘見たら、普通怒っても仕方ねえだろ。話は聞いてほしいね。やる気か？俺は負けねえかんな。これだから昔から親のいないやつさよ。しおりちゃんに刺さる。その話はやめたげて。ちょっと落ち着いてください。ナイスフォロー。こんなに小さい子が怖がって泣いてますよ。あーちゃん大丈夫だからね。この男には強気なしおりちゃん。お母さん、お母さんに会いたいよ。母親がいないのか。あ、あゆこ。管理人すっと帰りやがった。おい。え、ちょっと管理人さん、あの、誤解はしないでください。管理人さんは迷子のあーちゃんを連れてきただけですから。ふん。あゆこ、父ちゃん、大きい声出してごめんよ。こっちにもお礼と謝罪がないのか。ねえ、お父さん。あの兄ちゃんも。お母さん、いないの？あーちゃんと一緒？毒親はいないから一緒じゃないよ。
それは違うぞ、あゆこ。あいつとお前は。あ、あゆこ。信頼ゼロじゃないか。持って帰ろうかな。いろいろ事情はあると思います。でも、もう少し、言葉を選んであげてください。大人だな。あゆこ、もう帰ろう。ばあちゃんもあゆこを探してるから。あーちゃん、お家の人が心配してるよ。やっと帰ったか。あーちゃん、大丈夫かな？昨日といい、今日といい、何が起きてるんだろう。たまたま近くにいたからだけど心配だな。お母さんに会いたい、か。私よりもっと小さい年齢だもの。きっと、あーちゃんの方が寂しいよね。あーちゃんのこと望月巡査に連絡しとこう。ポリスに連絡したんだっけか。念のため直接伝えに行った方がいいよね。よし、それじゃあ伝えに行こうか。近くにいたみたい。あれは望月巡査の自転車だ。もしかして神社にいるのかな。神社で問題でもあったのかな。行ってみればわかるね。おお、いっぱい集まってる。そういえば祭りだもんね。だから、祭祀場の石に、朝にはなかった傷がついてたんだよ。それで祭りの準備をした誰かだろうって話になったんじゃ。そうじゃ、誰がやったか突き止めてやらんといかんのじゃ。あんまり熱くならないでくれよ。これだから年寄りはむやみに人を疑ってさ。で、消防団の人はどうして怪我をしたんですか？変な犯人探しをされちゃたまんないからさ。誰がやったか、俺たちで決めようってなったんだよ。そしたら、取っ組み合いになっちゃって。それで、誰か名乗り出たんですか？いや、誰も名乗り出るわけないじゃん。だから、余計に、誰でもいいだろって話になってさ。そりゃあ、無理でしょう。喧嘩になるわけだ。まったくバカな若者連中じゃ、この森の恐ろしさをわかっとらん。小神さんは、もうおらんのじゃぞ。その上、岩にも傷が入ってしまうなんて、恐ろしいことじゃ、桑原、桑原。なんかこっちも忙しそう。喧嘩が起こってたのかな？収まったようでよかったけど。ちょっと、怖い雰囲気だったな。お、君か。探してたよ。そうか、そんなことがあったのか。すまないな、すぐに資料館に行けなくて。てっきり俺は、また佐久間が何かやらかしたのかとばかり。あれ、確か管理人さんが連絡をしたんじゃ。あ、でもスカ君の通報はいつも無言電話だからな。電話の時だけ喋ってると思ってたよ。でも、閉館時間のこと以外で電話なんて、珍しいと思ってたんだ。内容がわからないからね。待てよ、通報が佐久間じゃなかったとすると、あいつはどこに行ったんだ？佐久間ちゃん、またいないんですか？あ、そうなんだよ。もし見かけたら、声をかけてやってくれないか？もちろんですとも。はい、わかりました。そうだ、今なら神社を調べられるかも。なんだ、神社を調べるのか。はい、実は家族の写真が神社にあるのかもしれないんです。そうなのか、よかったじゃないか。けど、今は少し先立っているからよした方がいいな。それに、本殿は鍵がかかっているぞ。マジか。え、そうなんですか。どうしよう。ここは神主がいないからな。村で交代で管理しているらしいんだが、今月の掃除当番は誰だろうな。俺も今、どの村人が鍵を持っているか知らないんだが、後で調べておこう。わかったら伝えるぞ。頼みました。いいんですか？ありがとうございます。望月巡査も忙しいだろうし、私も村の人に聞いて回ろうかな。よしよし、聞いて回ろうか。いてー、いてーよ。こんなもんすり傷じゃ、消毒液くらいではめくな。舐めとけば治るような怪我では死を呼ぶなど、どうかしとる。優しくしろよ、だから破医者って言われるんだろ。何を生意気な、ほれ。いててて、だから優しくしてって。この人たちには聞けないみたい。猫、なんか持ってるみたいだぜ。スタンプか、
紐でじゃれてて可愛い。よしよし、あと一個だね。楽しそうだけど、スタンプの紐がボロボロになってる。あれが、降りてくる。12秒ですかいな。降りてくる、降りてくるぞ。あれ、あれが、降りてきたら、あれは、子供の命を、自分の腹に、返しに来るぞ。結構怖いこと言ってるね。何か、ブツブツ言ってる。基本的に、この奥には入れないし、一体誰がやったんだろうな。確かにあんな傷、自然につくとは思えないよ。不吉だね。でもな、俺にはあの傷、人の力でもつけれるもんじゃないと思うんだよ。だって、岩の上から下までひびが入ってるんだぜ。何か目覚めてそうなんだけど。なんだか不気味だよな。ここに祀ってる石はさ、雨の夜に少し光るらしいんだ。でも、この村の祭りは、雨なら絶対にやらない。そもそも雨の日は、村の奴らもあんまり外に出ないしな。光ってるのなんか、ほとんどの奴が見てないんじゃないか。その上、こんな傷まで入っちゃな。こんなこと初めてだよ。結構がっつり割れてるね。え、本殿の鍵？さあ、今日の準備には必要なかったから。鍵はみんな把握してない感じだな。村には、雨にまつわる恐ろしい伝承があるんじゃ。この神社はその恐怖から、村を守るための大事な場所なんじゃ。今の若者は知らないだろうが、わしが若い頃には雨の日に何人もの。いや、この話はもうええ、喋るだけでも恐ろしいわ。資料館で読んだやつだね。でも、若いやつや村の一部は、古臭い昔の出来事としか思っておらん。まったく、恐怖を知らんバカめが。本殿の鍵？あんた、そんなもん探してどうすんだい。まあ、今日は準備に必要なかったから知らんが。はあ、参ったよ。そりゃあ、俺も村の伝承が大事なのはわかるんだよ。この村の人間は基本的に信心深いと思うし。でもこの村の年寄りは、その上でさらに怯えてるって感じでさ。若いやつや、役場の人間の中には過剰反応だっていうやつもいるよ。だけど年寄りに言っても、聞き耳を持たないんだよ。だからって下手に自己犠牲を払って、自分が犯人でいいですなんて言えないし。だってそんなことしたら、村八分にされちまう。確かに。村の伝承も怖いけどさ、俺はそっちの方が怖いんだよな。え、鍵？今月の当番は誰だっけかな。一見するとここは普通の神社だが、本当は恐れ慎む場所なんじゃ。ここでは村にとって大事な祭りが何百年も続いてきた。村を災いから防ぐ石を祭り、お神さんが祈祷を行ってきたんじゃ。でも、そのお神さんも数年前にいなくなってしもうた。途絶えたのかな。その上、ついにバカな若者が石にひびを入れてしまったなんて。こんな不吉なことをしたのは一体誰じゃ。恐ろしい。え、鍵だ？知らんな。そういえば君、少し顔が明るくなったんじゃないか。そうですか。あ、少しほっとしたよ。俺は今朝から怒った大人たちの相手ばかりだ。ご愁傷様です。というわけで今回はここまでにします。続きが気になる人はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは待て、次回バイバイ。